アーロン・ジャマール・ブルックスは、アメリカ合衆国、ワシントン州シアトル出身の下、プロバスケットボール選手で、現在は指導者。ポジションは、ポイントガード。身長183センチメートル、体重79キログラム。ニューヨーク・ニックスのアシスタントコーチを務めている。オレゴン大学で4年間プレーした後2007年の NBA ドラフトで、 ヒューストン・ドケッツから26位で指名されて NBA 入り。2009年2月のメンフィス・グリズリーズ・オーランド・マジックとの三角トレードで、レイファー・アルストンがマジックに移籍したのに伴いスターターに抜擢。翌2009から10シーズンには平均19.4ポイントを記録し、ミップを受賞した。しかし2010から11シーズンは不調でローリーにスタメンを奪われ、 2011年2月にゴラン・ドラギッチとの交換トレードでフェニックス・サンズに放出された。2011から12シーズンは NBA がロックアウトに入ったためにブルックスは中国に渡りカントンサザン・タイガースで1シーズンプレーした。2012年7月フェニックス・サンズはブルックスに提示していたクオリファイングオファーを取り下げることを発表。ブルックスは サクラメント・キングスと契約した。しかし1年間 NBA から離れていたブランクは大きく、ブルックスは2013年2月にキングスを解雇され、フルスのヒューストン・ロケッツと契約。さらに2014年2月にはデンバー・ナゲッツに移籍した。2014年7月、シカゴ・ブルズと2年契約。ニコラ・ミロティッチと共に全82試合フル出場し、ベンチからの得点源として、 チームを支えた。2016年7月10日、インディアナペーサーズと契約した。2017年9月21日、ミネソタティンバーウルブズとトレーニングキャンプに関する契約を結んだ。ポイントガードの中でもシュート優先型の選手であり、アシスト数は平均的。外角からのシュートを得意としており、近年はコンボガードとして各チームから重宝されている。 ありがとうございます。